麒麟が来るの登場人物、細川藤孝の生涯。皆さんこんにちは。2020年 NHK 大河ドラマ麒麟が来るの登場人物シリーズ、今回は細川藤孝にスポットを当てていきたいと思います。明智光秀の盟友でありながら、本能寺の変では光秀を見捨て直の生き残りに成功した細川藤孝。どちらかといえば息子の忠興の方が妻ガラシャへのヤンデレエピソードで有名ですが、藤孝パパも最近では戦国のチート大名との異名を馳せています。また第79代内閣総理大臣細川守博氏のご先祖様と会って肖像画のお顔がそっくり。そんな細川藤孝の勝ち組人生についてお話ししていきましょう。細川藤孝役は真島秀和さん。大河ドラマ麒麟が来るで細川藤孝を演じられるのは実力派アラフォー俳優真島秀和さん。23歳の時に映画青ちょんでデビューして以来、独特の存在感を放つ名バイプレーヤーとして数々の作品に出演。180センチの長身と精悍なスタイル、優しげな笑顔で大人女子からの人気が特に高いですね。大河への出演は2009年天智人の豊臣秀次、2014年軍師官兵衛の本願寺顕如に続いて3作目です。文化人として名高い細川藤孝ですが、武人、戦略家としても優秀な人物。知的な雰囲気も男臭い雰囲気も出せ、クールにも熱い男にも化けられる真島さんをキャスティングするとは NHK もツボを心得てますね。公式サイトで公開されたメインビジュアルを見てイメージ通りこれは間違いないと湧いた戦国マニアも多いようです。戦国のミスターパーフェクト。細川藤孝は天文3年1534年、室町幕府毛筆義州三淵春和の次男として京で誕生。幼名を万吉と言いました。母は足利義晴の側室だった知見院。義晴のお手がついて身ごもったまま三淵春和に嫁ぎ、生まれた子が藤孝だったとも言われています。その場合足利義輝、義明とは異母兄弟、一般に兄とされる三淵藤秀とは義理の兄弟ということになります。そのせいか幼い頃に義晴に謁見し、主命によって7歳で養子に出されます。養父は泉の国半国守護細川持常、あるいはその子春貞というのが従来の説ですが、父の同僚で淡路の国守護細川晴弘だったという説も有力視されています。13歳で元服した際、当時義藤と名乗っていた足利義輝から一字を賜り、与一郎藤孝と名乗りました。兄三淵藤秀と共に義輝に仕え、19歳で従五位下兵部大夫、防衛長官のようなポストに就任します。そんな生来のエリート藤孝ですが、出自に甘えず努力研鑽を惜しまなかったのでしょう。そのスペックには目を見張るものがあります。塚原牧伝に剣術を学び、武田流キューバ古術の送電を受け英術も得意。京の街中で突進してきた牛の角をひっつかんで投げ倒したという怪力無双でもありました。和歌や茶の湯、蹴鞠や猿楽、さらには包丁式、神事でも奉納される料理儀礼にも通じるなど、文武両道にも程がある藤孝。非の打ちどころもない順風満帆な青春時代を過ごします。永禄5年1562年、沼田光兼の娘蛇行と結婚。光兼は若狭の国守護武田氏の家臣でしたが、居城熊川城を追われて近江に逃れてきていました。この時藤孝は28歳、蛇行は19歳。当時の初婚としては遅い方ですが、
藤高は生涯側室を持たなかったといいますから、麝香に惚れ抜いていたのでしょう。翌年には嫡男忠興が誕生し、二人は8人の子宝に恵まれました。 A6 の変で生活が一変。 A68 年、1565年、主君足利義輝が三好三人衆に暗殺される。 A6 の変が勃発。義輝の弟で大和の国興福寺一条院門跡となっていた郭慶も捕縛幽閉され、室町幕府は風前の灯火となります。幕臣としてのプライドと正義感に駆られたのでしょうか、藤高は兄や和田惟政、一色藤長らと共に郭慶を救出。一行は大和から伊賀へ抜け、甲賀から近江六角を頼って郭慶を眷属元服させます。郭慶は義明、後に義明と名を改め、義高たちは新たな主を将軍職につけるため奔走します。近江から若狭、さらに越前へと各地を転々としたこの1年ほどは極貧生活だったらしく、神社の灯籠から油をちょろまかすこともあったそうです。藤高も生まれてこの方お金に困ったことはなかったのでしょうから、30歳を過ぎて初めて経験する生活苦はさぞかし辛いものだったでしょう。藤高と光秀。越前にたどり着いた義明擁立隊一行でしたが、この頃朝倉義景のもとには同じく流浪の末に流れ着いた明智光秀が仕官していました。濃姫をいとこに持つとも伝わる光秀は、地元美濃を制した信長に大いに期待したのでしょう。尾張の織田信長は心身気鋭、味方につければきっと頼りになりましょうと藤高、義明に朝倉を出て織田を頼ることを提案。藤高も一度信長にオファーしたことがありましたが、頓挫したという経緯がありました。光秀は義明家臣となって信長に働きかけ、 A611年、1568年9月上洛作戦を成功させます。しかし最初こそ蜜月だった義明と信長はやがて対立を深めていきます。藤高は信長に、義明公は挙兵されるおつもりですと密告。光秀と共に義明を見限って信長の家臣となりました。藤高の兄三口藤秀はこれに激怒し、俺は最後まで幕臣として生きると藤高と対立。元亀4年、1573年7月挙兵した義明の命を受けて二条城に籠城しますが、大軍に包囲され降伏を余儀なくされます。義明が追放されると一時は許されて信長に仕えた藤秀でしたが、翌年突如として所領没収の上、光秀の坂本城にて切腹させられてしまいました。兄の死をやむを得ないと割り切ったのか、藤高は信長から山城の国長岡を拝領、光秀の与力として畿内山陰各地を転戦し、嫡男忠興の正室に光秀の娘ガラシャを迎えています。光秀の協力を得て丹後南藩国を平定した後は宮津城、京都府宮津市に居城を移しました。本能寺の変、その時藤高は。天正10年、1582年6月2日光秀は本能寺の変を起こして信長を滅ぼすと、盟友と頼む藤高に味方につくよう要請します。しかし藤高は曲げを落として信長への弔意を示し、有罪元始と号して丹後田辺城に隠居、忠興と共に加勢を拒否します。想定外の事態に光秀は、信長を討ったのは細川さんに天下を任せるためで、事後処理をしたら私は退きます、だからお願い加勢してと再三手紙を出しています。しかし結局藤高は動かず、光秀は山崎の戦いで羽柴秀吉に敗北したのでした。なお足利義輝と共に A6 の変で討ち死にした幕臣秦氏春家の子定貫が光秀に加勢していますが、藤高は彼を助けて家臣に迎えています。藤高が光秀への加勢を断った理由は、
藤秀の切腹によって藤高と光秀の間にわだかまりが生じていたからとも、もともとは格下だった光秀を天下人にいただくのはプライドが許さなかったからとも言われています。あるいは俺のところにすら根回ししないで事後報告ってありえない、そんな状態で謀反を起こして政権奪取とか甘すぎるし無理と断じて見限ったのかもしれません。藤高は友情や義理を重んじなかったわけではなく、天下分け目のこの時に冷静に情勢を見極めた選択をしたのです。その後藤高は豊臣政権下で秀吉側近として重用され、秀吉没後には徳川家康に近づいていきます。慶長2年1597年、大阪で九州足利義昭が病没。しかし誰も葬儀を行わなかったため、見かねた藤高が喪主を務めて弔ったといいます。光秀への加勢を断る現実主義でドライな一面もありますが、衰退した九州への情を捨てきれない人間味もうかがえますね。田辺城の戦い、真の勝ち組の底力。やがて秀吉亡き後の豊臣政権下では家康と石田三成の対立が決定的となります。慶長5年1600年、関ヶ原合戦直前の7月、石田三成が大阪にいる大名たちの妻子を人質にしようと手始めに細川屋敷を包囲。細川家当主となっていた忠興は家康に従軍して会津へ向かっていました。夫の留守を預かる正室ガラシャは屋敷に火を放って死を選びます。藤高はわずか500の兵で田辺城に籠城、1万5000の石田軍に包囲されながらも果敢に抗戦しました。藤高の正室蛇行も甲冑をまとって夫や三男行高と共に戦いますが、いかんせん数の上では圧倒的不利。この大ピンチを救ったのが藤高の教養だったのです。攻め手の石田軍には藤高の歌の弟子が数多く参戦していました。師匠との戦いとあっては彼らは空鉄砲ばかり撃ち、本気で攻めようとしません。また藤高が古今伝授という古今和歌集の秘伝の解釈を受け継ぐこの当時ただ一人の人物だったのも幸いします。藤高が弟子の一人俊仁親王に命あるうちに貴重な古今の伝承をお渡ししたいと伝えると、藤高藩が亡くならはったら古今伝授ものうなってしまうと朝廷も焦ります。古今和歌集は平安貴族の間でも必須の教養とされる歌読みの教科書。古今伝授は和歌の百科大辞典みたいなものでしたから、これが失われるということは公家文化の重大な危機だったのです。俊仁親王が講和を呼びかけましたが、藤高は拒否して徹底抗戦の姿勢を崩しません。困った親王は兄宮である御用勢天皇に要請します。藤高は勅命によって9月13日に講和を締結、18日になって開城します。石田軍としても朝廷に大事にされる藤高の命を奪うことはできず、丹波亀山城に身柄を移させました。さらには粘りに粘った籠城戦によって田辺城を包囲していた1万5000の西軍戦力が関ヶ原本戦に間に合わないというおまけまでついてきたのです。芸は身を助けるとはまさにこのことですね。戦後忠興は豊前小倉に40万石を得て転封となりますが、藤高は京に残り今度こそ本格的な隠居生活をエンジョイ。慶長15年1610年、京三条車屋町の細川屋敷にて穏やかに77年の人生に幕を下ろしたのです。まとめ。名門細川家に生まれ、足利将軍家の御落胤とも噂される細川藤高、ありとあらゆる才能に恵まれた超一流の武人文化人であり、生涯ただ一人の女性を愛し続けた愛妻家でもありました。足利将軍家の存亡の危機永禄の変をきっかけに兄と共に極貧流浪生活に身を投じ、義昭擁立に尽力します。
明智光秀と親交を深めて織田信長に仕えましたが、本能寺の変後、二人はたもとを分かち、これが山崎の戦いでの光秀の敗北を決定づけることになります。関ヶ原の戦い以前に徳川家康に接近し、田辺城の戦いではわずかな手勢で大軍を相手に籠城、その教養知識を惜しんだ朝廷の介入を得て堂々たる開城を行い、京で穏やかな老後を過ごしました。麒麟が来るでは主人公明智光秀の盟友としてキーパーソンとなり、おそらく最終回まで登場するでしょう。序盤では理想に燃える熱い男として描かれるようで、兄三淵藤秀役の谷原章介さんとの対比も見どころ。物語が進むにつれて変化していく藤高の心情を真島秀和さんがどのように表現されるのか注目したいですね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画いかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。